メーバー校は、デボン期末に最初に陸に登った、シシ動物から始まり、石炭期、ペルム期、三条期にかけて繁栄し、その後衰退しつつも白秋前期まで存在した、両生類の一グループである。名の通り、葉の表面のエナメル質が複雑に内部に織り込まれ、断面が迷路状になった、迷路場を特徴とする。これは、肉絆に属する祖先から受け継いだ形質である。 メイロバ普通以下の特徴を持つ。古典的分類では以下の三目に分けられる。現在では名炉はこはかなり隔たった種をまとめたものであり、それらをグループごとに分割する考え方が主流になっている。この時期に枝分かれした外洋性の子孫がシーラカンスである。最も原始的なグループ、デボン気候期、石炭期初期、石炭期から 白秋前期まで存在した最大の目。カエル、あるいは、原生両生類すべての祖先ではないかと、考えられている。大部分の種の椎骨は、大きな半月状の愛らしい心と小さな、ガしい心で構成され、大きな神経弓を支えて、ラキトム型と呼ばれる形になっていた。が知られる。多くは二次的に彗星に戻った種である。 椎骨のかわしい心が大きくなる傾向を持つグループ。爬虫類との関連が指摘されている。ありがとうございます。